クリーブランドはアメリカ海軍のドック型揚陸艦。クリーブランド級ドック型輸送揚陸艦のネームシップ。オハイオ州クリーブランドにちなんで命名され、その名を持つ艦としては3隻目である。クリーブランドは1964年11月30日にミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で寄港する。1966年5月7日に浸水し、 1967年4月21日にバージニア州ノーフォークで就役した。就役後クリーブランドはカリフォルニア州サンディエゴを母校とし太平洋艦隊揚陸グループに加わる。太平洋艦隊では東太平洋での作戦活動から西太平洋へ拡張して配備された。クリーブランドは揚陸準備グループの一部として上艦した海兵隊部隊と共に 様々な作戦に従事した。クリーブランドは1967年のテッド構成で最初の戦闘に遭遇した。1973年1月のベトナム戦争停戦後にクリーブランドは第78任務部隊に加わりハイフォンワンでの総会作業とオペレーションエンドスウィープに従事した。その後クリーブランドは1974年から1985年の間に 西太平洋において7度の配備を経験する。1988年1月から11月まで第三艦隊の機関任務を経験し、クリーブランドはその柔軟性と専門性を実証した。その後、エクソンバルディーズ号原油流出事故に対する除去作業に参加し、アラスカ州のプリンスウィリアム湾に展開する。ありがとうございます。